ハイファにあるバーブの霊廟バーブ教は、イランなどに分布したイスラム教の流れを組む一神教である。1840年代に、バーブにより、イランで十二イマームハシーア派の一派シャイヒー派から、起こったが、後にシャリアの廃止を宣言するなどしたため、一般には、イスラームの枠外とされて1850年代末には、徹底的弾圧を受けた。これを逃れた、京都の一部は、 バハーイー教へと発展する。一方、現在バーブ教を称する一派はザリー派とも呼ばれ、今もイランに残るという。なお、発祥の地であるイランイスラーム共和国では、バーブ教の存在、信仰は、現在違法であるとされている。バーブ教は12イマームハシーア派の一派シャイヒー派から、起こったため、当初の中心的教義はシャイヒー派に近いものであった。週末と、 救世主の出現、イマームの再臨は間近であるとして、終末に臨むためにも、コーランを尊重し、シャリーヤの厳格な遵守をなすべきだというものである。この時点でのシャイヒー派との若干の相違点は、ミールザー・アリー・モハンマドが、バーブであるとした点を強調したことにある。12イマーム・ハシー・ア派におけるバーブとは、隠れイマームと直接霊的更新が可能なもののことで、小、 外話中の四人の代理者がよく知られている。シャイヒー派ではこれを完全シーアシントと言い,い、バーブ教ではアリーモハンマドをこれに義したのである。しかし、後にバーブの主張はより強いものとなった。1848年には自らイマームの再臨であるとしてシャリーア廃止を宣言した。コーランに変えて自らの予言、バヤーンを新たな経典としたのである。 バーブ教イスラームと決定的に他元を分かったのはこの時だったと言えよう。バーブは1819年シーラーズのサイード家系の商人の家に生まれた。本名をミールザ・アリー・モハンマドという。1840年頃にはカルバラーで学び、シャイヒー派の影響を受けるようになる。1843年、シャイヒー派指導者、セイエド・カーゼム・ラシティが没すると、 シャイヒー派に混乱が起こるがこれを受けて、アリー・モハンマドは1844年5月12日、自らがバーブであると宣言した。同時に、ラシティー死後の指導者を求めるシャイヒー派のモン・ラー・ホセイン、ボシュルイがバーブ宣言を認知し、ここにバーブを中心とする集団が出現することになる。その後、集団の中核に、ボシュルイをはじめとする19人の、いける文字を形成して、 各地のシャイヒー派に派遣、選挙に努める。イケル文字の一人、アリー・バスター・ミーは、アタバートで1844年夏以降選挙し、ウラマーラの面前で、マフリーの到来など過激な源氏を吐いて、オスマン帝国当局、ウスーリー・ハウラマーの反発を招き、審問されている。また同じくボシュルーイーは、エスファハン・テヘランを経由して、ホラーサーンでの選挙に努めている。 この時期の戦況はシャイヒーハネットワークに乗せて行われたものと言われる。1845年1月、バーブはイマームの再臨の予兆を宣言して、シントラにカルバラーに集うよう呼びかけた。自身も1844年9月にメッカ巡礼へと出発するが、バスターミーの有罪判決など状況の悪化により、カルバラーには入れず、1845年7月シーラーズに戻り、 ラ禁される。1846年9月には、町の混乱に乗じて、エスファハーンに逃れ大衆の保護下に置かれるが、大衆死後1847年2月、ガージャール朝政府によって逮捕され、テヘランでのモハンマドシャートの会見の後アゼルバイジャンのマークーに送られた。1848年、さらにタブリーズへ移され、法廷において、 自らがイマウムの再臨であると宣言。虐待を受ける。1850年、処刑された。バダシュトの会合1848年初夏、ホラーサーンの街、シャールード近郊の村、バダシュトにおける、主だったバーブ教、と80人が会合をした。ちょうどバーブのガーエム宣言直後にあたる。イける文字の一人ゴンラトルエーンの主導により、バーブの救出と、 シャリーアからの離脱を決定した。この時彼女はバーブに従いシャリーアに従わない以上もはやヘジャブは必要ないとして髪の毛を表したままの姿であったという。後に女性平等の強説などにつながるが、この過激な主張により保守的なシャイヒー派をはじめとする多くの人々が離脱。バーブ教と混然一体となっていたタブリーズなどのシャイヒー派は急速に バーブ色を薄めることになる。このバダッシュとの会合が諸反乱の始まりであった。政府タバルスイー放棄百8 4 8年10月から49年5月。イケル文字母種類らが、バーブの救出を目標に、マシュハドにて旗揚げ。国旗を掲げて武装バーブ教と700名で、カルバラーに向かう。マーツアンダランのバールフォルーシュで、住民と衝突。 付近のシェーフタバル水病を要塞化したてこもる。数度にわたる討伐を退ぞけるが、最終的には地圧される。ボシュルウィーラは戦死し、教団中心に打撃を受けた。この事件を境に、ガージャール朝政府は、行為ううラマーの避難にもかかわらず、無関心でいたバーブ教への態度を改め、反乱者と認識した。参加者もシーア派三代イマームホセインの、 カルバラーの悲劇と自らを重ね合わせていたことを示す。資料もあり、熱狂的信者の存在が認められる一方で、政府タバル水病という森の中の聖者病というロケーションから土俗的信仰を持つ集団との関わりも想定される。ネイリーズ放棄1850年5月、6月。ファウルスの町ネイリーズでの都市放棄。指導者は、アーガー聖イ,イエドやフヤーガーラービー。 おおむね1000人程度が参加した。ダーラー B がヤズドからネイリーズに赴き選挙を開始するとすぐに市外区が改修した。もともと都市民の一部と支配者は対立関係にあり、ダーラー B によって対立が激化、放棄に至った。ネイリーズ郊外の城塞を占拠したが、ファールス大衆の軍により2ヶ月で鎮圧された。年初には都市支配者が バーブ京都に暗殺され、小規模な放棄が、再び発生している。ザンジャーン放棄1850年5月から51年1月まで、イラン北西部ザンジャーンでの放棄。元アフバーリー派の裏マーでホッチャトルエスラームであった、モッラー・モハンマド・アリー・ザンジャーニーが指導。2000人程度の参加と見積もられる。要塞への立てこもりと長期にわたる包囲戦の後、鎮圧される。 実態はあまりよくわからないが、その後のバーアブ教徒の間では、放棄に至る、以前の大衆の横暴、暴虐、および包囲戦での苦闘、殉教、その後の弾圧などは、様々な形で伝説化された。シャア暗殺未遂事件1852年8月15日、ゴンラトルエーンラ3人が、イラン君主ナーセロッティーンシャアの暗殺を試みて、失敗。下獄。 拷問の後、殉教した。この事件によって、ガージャール朝政権、社会は、バーブ教を完全に敵視し、バーブ教は、大弾圧により壊滅的打撃を受けた。大弾圧により、バーブ教徒の中心は、オスマン帝国領バグダードへ追放され、オスマン帝国によって、さらに各地へ移され、国内のバーブ教は、壊滅状態に陥った。この時、イランを離れたバーブ教徒に、 ガージャール長貴族での地に、バハーイー教を起こすバハーウラーと、ソブヘイアザリーの兄弟もいた。バハーウラーらが、バハーイー教へと発展する一方、アザリーを中心として、バーブ教の教義を守る人々も出てくる。彼らがアザリー派である。そもそもは、アザリーが、バーブの後継者とされていたが、アザリーが、従来の政治的行動主義を維持しようとするのに対し、バハーウラーらは、 政治的活動主義から離れ、内向的宗教生活を重視して分裂した。この政治的活動主義から、イラン立憲革命期に至る著名なイランの自由主義者、立憲主義者には、バーブ教と関わりがある、疑われる人々が少なくない。政治的な弾圧が徹底するほどイランにおける、アザリー派はシーア派伝統の滝屋に乗っ取り表向き中に、 イマーム派ン徒として振る舞うことを余儀なくされ、活発な活動は影を潜めていく。現在バーブ教徒を名乗るのは、このアザリー派の人々である。バーブ教はその後も禁圧を受け、イスラーム革命後のイランでも違法となっているが、今もイランを中心に1000の2000人の信者がいるとされる。イラン政府によるバーブ教への対応は、国際社会から人権問題として指談されたこともある。 また、海外のイラン人コミュニティでもバーブ教コミュニティがある。シャイヒー派は、シーア派がウスーリー派によって制度化、法制化されていく中で、従来のシーア派の内在的傾向を強調した。イマームの隠れ中であっても、完全なるシーア派信徒は、イマームから流出する知識を受けうるとする。これは、イマーム不在時における理性による法解釈の執行者として、 権威を持つウスーリーハムジュタヒドの基盤を掘り崩すものであり、アフバーリー派の覆滅後ウスーリー派へのアンチテーゼとして強い影響力を持った。さらに、18世紀末イランにおいては、スーフィズムイマーム復活論が全般的高まりつつあった。これを背景に、バーブ教はシャイヒー派のイマーム復活、マフリー到来を予感させる教説を受け継いだと言える。 ヒジュラ歴1261年は、第12代イマームの外話から千年である。これに従って、マフリー降臨説をルフ、利用したのはその例である。同時に、諸法規指導者が、ジハードという言葉を用いたということも重要で、マケインは、バーブ教徒が千年し、複説的モチーフを、利用していたとの指摘をしている。戦況においても、既存のシャイヒーハネットワークを用いており、 バーブ教はシャイヒー派を受け継ぐものであったと言えよう。19世紀後半のイランは、社会的混乱、金銀の流出、それに伴う物価高騰、対外的には度重なる敗北という状況にあり、これに対して弱体なガージャール政府は有効な対抗手段を持たなかった。このような状況への不満が、イマームサイリンの千年死復説と結びつき、 バーブ教に活力を与えたというのは定説となっている。バーブ教諸反乱を指して、ソ連のイラン氏やイワノフは19世紀の外国製品流入による社会変動に伴う都市低所得層と農民による反封権運動という見方を示した。その後の論考もバーブ教の教義の社会革命的、革命性については保留しつつも、 重い租税に対する未発達な農民戦争であり、イラン国内の内部矛盾に基づく市民派運動として扱われる。しかし1980年代以降、このような見方は否定されつつある。盲面は、処方規参加者において、名前のわかるものを分析したところ、その出身階層と地方にほぼ偏りはなく一部階層を中心とした運動とは考えにくく、 むしろ有力宗教指導者の回収に従って支持者も回収したのだとした。近藤はシェフタワル水放棄における遅延的結合を重視する。アマーナとは没落しつつある商人、職人、下級役人を中心と考え、黒田は放棄参加者に占める下級ウラマーの割合から、バーブ教はその宣言王国思想ではなく、 上級裏マーへの反感を下級裏マーと共有することで運動を展開させたと考える。またネリーズ、ザンジャーンに顕著な地方政治における対立で利用されたという指摘もある。もともと政治的対立構図にある集団の一方が対抗的にバーブ教に改修するというパターンである。モガッタムはバーブ教とそのものの思想的統一性に疑問を呈し ガージャール朝への反抗意識自体もかなりの幅があると考えている。その意味で体制派が反対派を非難するときにバーブ教徒は上等句となっており、バーブ教そのもののイランでのあり方の実際をわかりにくくしている。また主要な研究者がバハーイー教徒であり、やや研究に偏りが見られる点も否定できず、一方で、 イラン国内のバーブ教関連資料へのアクセスは非常に困難で、また、資料自体の産逸も多く、全体像の捉えにくいテーマとなっている。マッケオン、デニス、オスリー・バビザム、インスイクロープディア・イラニカ、ありがとうございます。